すげえ必死な顔してた。朝倉くん、前に朝倉くんたちのことチャラいって言ったりしてごめん。今日の試合見てみんなバスケに真剣なんだってよく分かった。バスケは朝倉くんにとって大事なものなんだね。バスケだけじゃなくてそこで出会ったあいつらもかな。そういうの羨ましいな。これがあれば強くいられるみたいなの私も欲しい。美月にもきっと見つかると思うよ。ありがとう。彼氏？久しぶり美月。え？ずっと持っててくれたんだね。俺だよ。アヤ。アヤ。覚えてないの？これ神山綾。こうしてると思い出すでしょ。綾ちゃん。美月は全然変わってないね。男がいるのは想定外だったけど。朝倉くんは友達だから。神山さん、行きますよ。わかった。じゃあ美月、また会いに来るからね。